当にね、この谷原さん、もう仕事も暮らしも充実してるっていう感じですよね。そうですね、仕事も今忙しくて、そして子供家庭も忙しくて、時に自分の時間が欲しいなとかイラッとすることもありますけれども、振り返って今が一番幸せだったんだろうなと思うことがよくあります。まあ、先ほどね、この、まあ、ご家族ができてから、はい、家族が増えてから、例えば、移動の車とか、はい、台本読んだりとか、はい、メイクするときに読んだりとか、はい、まあ、そういうふうにおっしゃってましたけども、そういうこのいろんな工夫ですね、はい、そういうなんか他にもなんかいろいろこうやったりとか、はい、この考えになることってありますか。その逆に生活で工夫するっていうこともありますか。あ、やっぱり生活で工夫する、じゃあ仮に料理の段取りで言います、時間がまずかかる、仕込みからどん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 やっていったりとか、時間の効率の良い使い方でいくらでもその、濃度密度みたいなのを変えられるとは思うんですよ。でも僕自身やっぱり大事にしてるのは仕事と家庭どっちもまあ大事ではあるんですけども、家庭あってこそやっぱ仕事だったと思うんですよね。家族のためにやっぱ働いてお金を持ってきてみんなが幸せに暮らしたい、はい、でも家族がいなかったら、じゃあそこに僕家にいる意味があるんだろうかとか、働きに行く意味があるんだろうかと思うんです、はいはい、でも他方また別で、自分自身の生きがいとして仕事と向き合う、はい、これもなんかやりがい生きがいとしてはかけがえのないものだと思うんですよね。ですから、仕事をするときに大事にしているのは効率よくやるってことももちろんあるんですけども、自分なりにそのプロとして、はい、この一線は絶対に崩せない、このクオリティだけは崩せないってものを自分で持つようにしてます。あ、なるほどね、はい、もうまさに欲張りさんですね。そうですね、どっちも欲しいですね。僕東京と比べてでもいいですか、はいはい、やっぱ生きていく生活するって大事なのは家族、はい、そして仕事、はい、そしてまあ趣味、はい、自分 の, そのまあ好きなことやるってことじゃないですか、はい、でまあ、仕事があるっていう意味で東京も広島も両方仕事がある、やっぱり中国地方の中の一大都市じゃないですか、はいはいはい、で今度家庭という意味でも、まあ、環境として、はい、美味しい水産物もあり農産物もあり、はい、酪農とかもあったりもしますし、そういった意味でとて も, も食としてもとても安心感安定のある地域、はいはい、でなおかつすごいなと思うのは、僕今年初めて子供を連れてスキー場に行ったんですよ。あ、そうですか。東京ってスキー場まで子供が遊べるところっていうと、はい、大体3時間遠いですよね。2時間から3時間なんですね、はい、じゃあ海に今度じゃあ子供を連れて遊び行こうと思うと、はい、まあ1時間半から2時間です、はいはいはい、そういった意味で僕はマリンスポーツサーフィンをやるので、はい、海に行くことが多いんですけれども、ちょっとした趣味にふっとこう行ってみたいなと思ってアクセスが圧倒的に広島は近いと思うんですよ。そういった意味でまあ仕事、生活、うん、そして楽しく生きる、はい、趣味、はい、これがギュッとまとまってるなっていうイメージがあります。コンパクトね、コンパクト、欲張りになろうと思ったら、はい、それこそ全部この、うん、いいものを、得ることができるというか、とてもコンビニエンスな距離にあるんじゃないですか。そうですね、コンビニエンスな、身近にいると分かんないかもしれないですよね。そうなんですよ、逆にね、僕遠くからあるからすごくよく分かるんですけど、はい、最近東京だったらこう広島の爆弾があるとかですか、つけないとか、はい、辛いやつとか、あとはまあ広島焼きですとか、もうどんどんこう人気が出てまして、はいはいはい、あとは発展堂のクリームパン、あ、はいはい、羽田空港なんかね、はい、見かけすることもありますし、そうですよね、まあ広島ね、まあ、通勤時間も短いし、はい、欲張りライフをね、エンジョイする上では本当にいいところかなと僕も思うので、まあ、ぜひね、皆さんと一緒に欲張りライフを、はい、満喫するように、まあ、なんていうか工夫の努力はありますけれども、はい、やってみたいなと、そうですね、はい、まあ今日はね、本当に谷原さんにおいでいただいてよかったな、もうとっても欲張りだし、とってもナイスガイだし、こんな発見っていうかね、一緒にいて、お話をさせていただいて、もう皆さんも本当に感じられたと思うんですけども、ああ、よかったなって、またテレビをね、見るのが楽しみな感じが、いたしましたね。ありがとうございます。はい、皆さん本当に谷原さんね、もう既に拍手いただいてますけど、もう一段大きな拍手を、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。
ぜひ広島に入っていただいて、はい、あのカープの開幕を楽しんでください。今年優勝できる僕はあの球場まで応援来ますので、皆様今年も優勝して日本一になりましょう。